俺たち映画野郎チャンネル。映画野郎編集長の原口と映画野郎編集長上陽がお送りいたします。この番組はエンタメ中心の男性向け映画媒体映画野郎の YouTube 版としてお送りしております。ぜひチャンネル登録をお願いします。皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということでなんかまたレイアウトが変わっております、ね、映画でクイズやろう。はい、司会は私小沢慎介と申します。映画野郎第三の男と言われております、うん、本日は映画でクイズやろう、あらすじを聞いて映画を当てるクイズをいただきたいと思います。今回、ざっくりしたあらすじを最初に言います、うん、でその後、正式なあらすじを読み上げますので、ざっくりしたあらすじを聞いて当たった場合は、10点と、うん、で早押しなので、分かった段階で押していただいて、正解した方に10点と、うん、はい、で正式なあらすじを読んで正解した場合は5点、うん、ということになります、うん、なので、お互いに早押しでやってください、はい、で、泣きの1回は今回ありませんので、うん、どっちかが勝利がつくか引き分けた場合は、こちらにあります、うん、勝利した場合はですね、こちらになります。あれ、あ、何の気を探してマジです、売り付けカード、ピンプレットで、まんま、まんまじゃ、まんまです、まんますか、これしか見れません。はい、なんとで、引き受けた場合、僕が引き取ります。あ、そういうことね、自分で、そうなのか、自分で見に行くってことね。なんと、わかりました。はい、準備はよろしいでしょうか。あ、はい、よいしょ。それでは、第1問。はい、敏腕エージェントだった男は引退して静かに暮らしていた、うん、行きつけのカフェで少女がショックとして、はい、いいですか、原口、どうぞ。イコライザー、よっしゃ、うん、はい、では原口さん10点ですね。はい、はい、お母さんこんな感じで出ますんでね、うん、ちゃんと聞いておいてください。じゃあ第2問、はい、ある女性と未来から来た男性との間にできた息子こそ未来での AI が進展の戦争で人類を導く指導者です。どうですか、ターミネーター。あ、そうか。え、じゃあ続きを読みます、うん、再び1994年のアメリカの殺人マシンを送り込んでくる。そこ、一方、来るべき未来の戦争を知る唯一の女性は狂人扱いされ精神病院に入れられていた。そんな中、未来から送られてきた2体の殺人マシンが息子に接触する。はい、5、4、3、2、1。はい、では正式な、文を読みます。はい、前作で結ばれたサラコナーと未来から来たカイルビース。はい、うん、はい、お母さん、ターミネーター2。おお、やっぱそれでいいんだ。トラブさんはターミネーターと言ったので、不正解でした。ああ、そういうこと。はい、よろしいですか。うん、では、第3問、はい。平凡な主婦が友人のウェイトレスと共にドライブに出かけた。途中のドライブインで主婦が見知らぬ男たちにレイプされそうになったとき、ウェイトレスは男たちを射殺してしまう。2人はそのまま銀行を。あ、はい、お母さん。ドライビングミス・ディジはい、続きを読みます。はい、2人の女性の日常から。はい、原口さん、テルマンドルイーズ。ああ、そっか。はい、では10点ですね。はい、点数は原口さんが20点、はい、お母さんも5点。はい、あと2問ありますからね、うん、頑張ってください。で、次の問題、はい、アメリカの西側では夢や成功を求めてやってきた多数の移民たちが暮らしている。一方、社会への不満を抱える若い移民たちは同胞でチームを作り敵対するようになる。そんな中、あるチームのリーダーを兄に持つ女性が対立関係にあるチームの元のリーダーと出会い、惹かれ合う。5、4、3、2、1。はい、原口さん、アメリカングラフィティ。はい、では、正式な話を読みます。ニューヨークのウエストサイドでは夢や成功を求めてやってきた多数の移民たちが、はい、原口さん、ウエストサイドストーリー勘違いしてた、ね、タイトル、タイトルを勘違いしてた、ごめんなさい。はい、はい、ではラスト、はい、あ、うん、はい、男は刑務所から出所したばかりの荒くれ者で、とある田舎町のウェイトレスと運命的な出会いをする。退屈な日々に飽き飽きしていた女は男に惹かれ、うん、面前で食料店の盗みを男がしてみせたことで、女は彼を男の中の男と気に入り、二人は銀行強盗への旅へと出ることになる。はい、お母さん、ナチュラルボーンキラーズ。はい、では正式なものになります。クライド・バローは刑務所から出所したばかり。はい、原口さん、俺たちに明日はない。はい、5点です。5点、はい、それでは結果発表です。原口さん、何点でしょうか。35。はい、お母さん、はい、5点です。ということで今回は原口さんの勝利です。決定、間違ったぞ。はい、では原口さん勝利の方お願いします。はい、ちょっとどうなるか分かんなかったんですけど、うまくちょっとなんていうか分かる問題があって、
良かったと思います。嬉しいです。お願いします。今日、全く分かんなかった。調子悪そうでしたね、なんか。はい、ではこちらのアントニオ猪木を探してを原田さんは見に行っていただきたいと思います。NHK 関連になります。やった、はい、ということで、主演の方をお母さんお願いいたします。ということで、今回は映画でクイズやろう、あらすじだけで映画を当てるでした。以上、映画やろうチャンネルの高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。